はい、時間になりましたので始めさせていただきます。本日はいくつになっても自分の好きなことに挑戦しようと題しまして、坂上様よりご講演いただきます。皆様拍手をありがとうございます。お願いします。拍手の対象お願いします。はい、皆さんこんにちは。どうも今日は私の講演を聞きに来てくださいましてどうもありがとうございます。そしてオンラインとアーカイブでご参加の皆さんもどうもありがとうございます。坂上と申します。福間さん、今日は登壇の機会いただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、いくつになっても自分の好きなことに挑戦しようっていうタイトルでお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まず自己紹介ですけれども、名前坂上雅彦と言います。昭和37年生まれで、60歳の時に一度定年退職したんですね。それで技術系の派遣会社に再就職して、現在派遣のエンジニアとして厚木のソニーさんで働いております。はい、で今日はね、話したいことがいっぱいあるのでですね、もうどんどん先に進めていきますね。はい、まず第1話、子ども時代の体験はその後の人生に大きな影響を及ぼすという話です。ですね、私ですね、子ども時代ね、小学校2年ぐらいまでは特に人生に疑問は持ってなかったんですね。なんですけども、小学校3年の時にですね、家の事情で引っ越ししてですね、小学校転校することになるんですね。で、その転校するときにですね、私子供の頃はわんぱくでもなくって暴力振るう子とかが嫌いだったんですね。それで新しい小学校行ったらいじめられるんちゃうかなってすごい心配してたんですね。で、今大人になった私だったらいじめられるんじゃないかなみたいに思ってたら、まあ、よく思考は現実化するとか言うじゃないですか。恐れてたことが起こるとか、そういうことを今だったら知ってるから恐れないようにしたと思うんですけども、子どもの時はめちゃめちゃ恐れてたから、転校して新しい学校でもう本当にいじめられたんですね。初めてですね、その新しい学校の教室入った時にですね、一人で座ってもう話しかけずにこうじーっとしてたらですね、そいつにパンチ食らしたら気狂うんちゃうかとかね、3、4人がゲラゲラ笑ってるんです。でそれで結構ね、萎縮してしまってですね、やっぱりいじめられるんかなみたいに思ったんですね。で、あとですね、ちょうど小学校3年になった時にですね、父親がお酒飲み始めたんですよ。で、父親はですね、若い人3、4人雇って自分で工場をやってたんですね。溶接工で腕が良かったらしくて。で、そうなんですけども、なんかまあ仕事がうまくいかなくなったのか、親会社との関係が悪くなったのか、ちょっとよく分かんないんですけども、お酒飲むようになってですね、でもう毎日浴びるようにお酒飲んでですね、暴れ始めたんですね。で、もうちゃぶ台バーンってひっくり返したりとかしてですね。で、母親はもう気の強い人だから、もうそれ、ひっくり返したら何やってんねんとか言って怒ってですね、お酒のとっくりをバーンって投げて、もう床でガチャーンって割れたりしてですね、もう家の中はもうすごい、なんていうの、心が休まることがなかったんですね。で、まあ、ちっこい家だから、子供部屋なんかないから、まあ、みんないるところで寝るんですけども、夜も布団かぶっててもですね、父と母が喧嘩する声がもうずっと聞こえててですね、もうなんかもう丸まって、もうなんか嫌やなみたいに思ってたわけです。で、今度学校行ったらですね、給食費を持ってきてくださいとかあるじゃないですか。で、給食費の封筒を持って帰ってくると、母親にもう今ないからそんなんちょっと待ってもらえって先生に言えとか言われるんですね。で、結局やっぱり父が働かなくなって、もう家でずっとお酒飲んでるから、母がパートで育ててくれるんですけど、多分パートの収入ってそんな大きくないから、お金にきっと余裕がないんですね。
で、学校行って先生に給食費ちょっと待ってもらえ言ってますとか言ったら、ああそうとか言ってね、別に怒られるわけじゃないんだけど、だけどね、なんていうの、ちっちゃい声で言っててもクラスのみんななんとなく分かるんですよ、あれ給食費持ってきてないんやなみたいな。そうするとね、クラスでね、お前とこ貧乏やろとか言ってすごいいじめられるんですよ。でもう一つはね、もうすごい嫌な思い出があったのはね、友達のお誕生日会があったんですね。でお誕生日会行くのにみんなプレゼント持っていくじゃないですか。でだけど私は母親にプレゼント買う、お小遣いちょうだいって言えないから手ぶらで行くんですよ。で行ったらですね、なんやお前何も持ってきてへんのかとか言ってね、お前はじゃあもう今日はもうおやつとか食べて働けとか言ってすごいバカにされるんですね。でも子供の時にそれがね、もうすごい悔しかったんですね。それでいやもう貧乏ってほんまに嫌やなと思ってね、でもうだんだんね、もうやっぱり世の中ジェニやみたいに、もうジェニがないと何もできへんのじゃみたいにね、子供心にもそういう心が形成されていくんですね。でその貧乏に対する恨みとかですね、それがその後の人生にものすごく影響を及ぼします。はい、じゃあ次の話。で、次はワクワクすることをやり続けてたら、好きなことが仕事になった話。まあ、その子供の頃ね、その貧乏でいじめられたりとか、あともうものすごいいじめっ子にね、いじめられたりね、結局小学校4年から中3まで同じやつにもうずっといじめられて、殴られたりとかですね、何も恨みのないこの2人と、お前ら2人喧嘩せえとか言われてですね、やるんですよ。だお互いにね、そんなんもう喧嘩せえとか言われてとかでも戸惑ってるんだけど、向こうの方がもう仕方なしに殴りかかってくるんですよ。だもうこっち殴られてばっかりだったら痛いから、もう仕方なしに殴ったりとかですね。あとね、もう男子も今からサッカーやぞとか言ってね、1限目から60限目まで校庭でサッカーやらされたりするんですよ。でもう そんな結構大阪市内の柄の悪い学校でですね、で結構いじめられて、もうすごいね、痛い思いとか悲しい思いとかしてたんですね。だけど小学校6年の時に光が見えるんですね。でそれは何かというと、友達がね、これ俺が作ってんとかでラジオ作ってんって見せてくれたんですね。でそれ見た時すごい衝撃だったんですよ。で透明のアクリルの箱にですね、中見たらそのラグ端子にトランジスタ1個と抵抗とコンデンサーがね、ハンダ付けされてて、でうわすごいな、そんなん作れんの、ほんまになるんかとか言ったら、いやなるよとか言って、うわ俺も作りたいわとか言ったんですね。でどうやって作れるのって聞いたら、初歩のラジオっていう雑誌見たら作れるよって教えてくれたんですね。そうか、ほんならもう俺初歩のラジオ読むわとか言って、もう本屋に走るわけですね。はい。でまあ今日いろいろ何度も出てくるんですけども、ビビッときたらまず最初の一歩を踏み出す。で一つのワクワクは次のワクワクにつながっているということなんですね。で今の話で言うのはビビッときたっていうのは、うわラジオ作ったん、俺も作りたいっていうのをビビッときたわけです。ほんでじゃあ俺もその初歩のラジオでラジオ作るわとか言って本屋に走ったんですね。それが最初の一歩です。そうするとね、もうそっからもう怒涛の展開が始まるんです。はい。でまずね、本屋さんいたら、まあ4月号売ってて、読んだら一石レフレックスラジオの作り方が書いてあって、おもろいなとか言って、もうお母ちゃんもラジオ作るからお小遣いちょうだいとか言って、日本橋に部品買いに行ってですね、まず1個作るんですね。でも最初はならなかったんですね。自分ねよく分かってないから。だけど次5月号を買ったら、次リレー点滅キーの作り方ってあるんですよ。で、まあ、ソニーの皆さんだったらリレーって分かりますよね。電磁石でスイッチが切り替わるやつね。で、あれで赤と緑のランプがチカチカ点滅するようなね、そういうの作り方載ってたんだけど、めっちゃおもろそうやなとか思って、それを作るんですね。で、まあ、それも結局は動かなかったんだけど、
なんか電子工作ってめちゃくちゃおもろいなとか思って、毎月初歩のラジオ買って読むんですね。でそうするとね、電卓の基礎を教えましょうっていう連載が始まったんです。でまあそれ読み始めたら、まずブールダイスの基礎とか、アンドゲート、オアゲート、否定とね、で二進数とかそんなんが書いてるんですよ。だからまあ小学校だったんだけど、初歩のラジオって子供でも分かるような書き方してたから、それ必死で読んでですね、小学校の時に二進数とか論理回路とかも全部覚えるんですね。でその次にですね、まだずっと読んでたら、中学の頃に1977年だったかな、ミュージックシンセサイザーの制作記事っていうのが連載が始まったんです。でそれ見た時もなんか衝撃的で、めちゃくちゃおもろいなって思ったんですよ。で読み始めるとね、デュアル VCO って言って、ボルテージコントロールドオシレーターとか言ってね、入力電圧を1ボルト上げると1オクターブ上がるとかですね、 VCF はコントロールボルテージ変えたらカットオフ周波数が変わるとか、そういうのが書いてあったんですね。でその時に連載を読んで、例えばノコギリ波とか矩形波はサインカーブの高調波の足し合わせでできてて、そのカットオフ周波数を変えると高調波が削られて波形が変わって音色が変わるんやとか書いてあるんですね。ああそう、なんかもうそれめっちゃおもろいなとか思って読むんですよ。なんだけどその頃中学生だから、作りたいんだけどお小遣いないから、部品買えないから作れないんですよね。で作れないからもう 何度も読み返してですね、もう原理は完璧に覚えて、作りたいな、でもまた1ページ目から読もうとか言って繰り返し読んでたんですね。でまあそうこうしてるうちにですね、今度高校になった時に初歩のラジオ別冊でですね、電子楽器の作り方っていう本が出たんですね。でその雑誌の目玉は電子オルガンの作り方だったんです。でそれ読んで、三洋の LM8071 っていうやつでね、マスタークロックからそれぞれの鍵盤の周波数に分集してですね、オルガンができるっていう、そういうやつだったんですけども、それも作ってですね、電子オルガンおもろいなとか思ってたんですね。で今度大学になった時に、大学になったら家庭教師とか塾講師とかやってたから、自分で そこそこお金稼げたから、よっしゃシンセサイザー作るぞとか思って作ったんですよ。で、まあ、自分で弾けるわけじゃないから自動演奏したいなとか思って、自動演奏する装置を自分で考えてね、設計して自動演奏させてですね、それ大学の文化祭の時にねデモするんですね。で、まあ、そういうふうに楽しんでたんですね。そうするとね、結局そういうのって自分にとって遊びだから、もう遊ぶことに夢中だったから、その大学ドイツ語として1年留年したから、結局5年行くんですけど、4年終わって5年に上がるときに周りがみんな就職活動を始めるんですね。だけど私はもう自分がサラリーマンになって働くなんて全然イメージできなかったんですね。で俺会社勤めすんのとか思って、いやピンと来えへんなとか思ったんですよ。でどうしようとか思ったけど、まあええか、じゃあ今日も日本橋行ってシンセサイザーでも見に行こうとか思って、自転車乗っかけてね、電子楽器屋さん行ってですね、その頃はねローランドのシステム 100M っていうシンセが売ってるんですよ。YMO も使ってたやつで、まあモジュールがいっぱいあってですね、で前にこう線がいっぱいつながってて、でこうなんか回した音色が変わるみたいなね。で自分で作ったのもそんな感じのモジュールシンセだったんだけど、このローランドのめっちゃかっこええなとか思ってね、欲しいなと思ってたんですよ。だけど全部それると100万円ぐらいするんですね。で100万もすんのもね買われへんなとか思って、どうしようとか思って、でまあとりあえずカタログもらって、で自転車乗って帰ろうと思って、そういえば就職せなあかんけどローランドどこあるねんとか思って、そのカタログをこう裏を見たんですよ。なら
大阪市住之江区って書いてあるんですね。住之江区がもうめっちゃ近いやんけ、家から自転車で15分やんけとか思って、でじゃあローランド受けてみようと思ったんですね。でローランド電話したんですよ。そうすると10月何日にどこどこのビルに来てくださいっていうね、言われたんですね。で10月になってその指定の日にビルに出かけていくんですよ。じゃあ会議室みたいなとこ案内されて、で長椅子のテーブルでですね、じゃあここ座って待っててくださいって言われて、でそうすると待ってたら紙配られたんですね。でその何が始まんのって思ったら、それ入社試験だったんですよ。でいきなり入社試験やったんかとか思って、でしょうないなとか思って、その最初の第一問見たらね、アンドゲートが書いてあったんです。で入力 AB に対して出力 X を書きなさいって書いてあるんで、何これ、こんなん俺小学校の時知っとったでとか思って、簡単やんけとか思って解くんですね。で第二問目とか見ても、なんか私にとってはめちゃめちゃ簡単なんですよ。何十でももうシンセの原理はもう隅々まで理解してて、自分でねシンセ作って自動演奏する装置まで作ってるから、これもう楽勝やんけっていう感じで、多分ほぼ満点やったと思います。で、まあ、無事にねローランド就職したんですね。まあだからね、今言う子供の頃に自分の好きなことをずっとやってたら、あこういうふうに人生ってうまくいくんかみたいにその時は思ったんですね。ところが第3は、心に怒りや悲しみがあったりとか悔しさでいっぱいだったら、幸せな状況でも幸せは感じられないっていうね、そういう話をします。つまりね、ローランド行った時ってもう正直ね、めっちゃめちゃ幸せだったんですね。なんでかというと、中学の時は親切作りたいのに、お小遣いないから作りたくても作れないんですよ。だけどローランド行ったら、開発室に引き出し開けたら部品いっぱいあるんですよ。ほんで、やれっていう仕事は、じゃあ、リバーブ作れやとか、ね、シンセ作れやとか、そんな仕事ばっかりなんです。で、私、エフェクターとかもすごい好きだったから、高校の時に、コーラスとかリバーブとかも、エコーとかも作ってたから、何、めちゃめちゃおもろいやんけとか思ったんですね。だから、何、これ、おもろいことやってお金もらえるわけとか、めっちゃ幸せやなと最初そう思ってたんですね。ところがですよ、1年経った時にですね、定期昇給で給料ちょっとだけ上がったんですね。で、まあ、ちょっとだけ上がって、あ給料上がったなとか思ったんだけど、その時に大卒の初任給も上がってるということを知ってしまうわけですね。で、あ初任給も上がんのんで、どんだけ上がんのって見比べたら、新卒の給料と私が昇給した後の給料が一緒だったんですね。で、もうすごい頭に来たんです。なんちゅうても子供の頃に貧乏は嫌やとかね、世の中ジニアとか思ってるから、自分は優秀だったはずだって思ってるんですよ。実際ね、同期で3人入ったんだけど、2人は3ヶ月の研修はあったけど、私だけいきなり実践配備されて、いきなり製品設計に入ってたんですね。だから、俺優秀やったはずやのに、何、新卒と給料一緒なんとか思って、もうそれがもう耐えられなかったんですね。そうすると、本当だったらもう幸せな状況なはずなのに、そこにばっかり焦点がいって、幸せを感じられなくなってしまうんですね。でだからですね、心を癒すことはもうとても重要だなってなんとなく分かってくるんですね。で結局ね、ローランドでまあ仕事はおもろいなと思いつつ、でもなんか給料の点では不満があってですね、4年勤めたけど辞めてしまうんですよ。でその4年経った時にですね、その大阪の本社が全部浜松に移転するっていう話あったんですね。で、私大阪から離れたことなかったから、じゃあもうこの機会に辞めようか、もうローランドはもうええわって思って辞めちゃうんですよ。
ほんでね、次行ったのはね、まあ、最初転職とかもしたことないから、友達の紹介でね、ある某大手企業に行くんですね。で、大手企業って言っても、繊維メーカーだったんですね。では、私、高分子学科卒だから、友達とか繊維メーカーとか行ってる人多くって、で、なんで繊維メーカーに行ったかというと、そこがね、多角的経営で、ある大手の電機メーカーの下請けで、IC を作るっていう事業に乗り出すということで、電気分かる人が欲しいということで募集してたんですね。で、その時は、TTL っていう、IC ね、アンドゲートとか、ね、オアゲートとか、デコーダーやら、エンコーダーでやら、74シリーズっていうのがあるじゃないですか。その TTL を、生産するっていうことで行ったんですよ、その会社。ほんだらね、最初にそこのリーダーがね、じゃあ、坂上さん、このビデオを見て勉強してくださいって言われたんですね。で、そのビデオを見たら、アンドゲートは入力2つが1の時に出力は1とか言って、何言ってんの、もう俺、小学校の時知っとってんって、と。で、リーダーが、私の実力わからんと、このビデオで勉強してくれって言ってんやったら、じゃあこの会社では未来ないなとか思って、結局1ヶ月で辞めたんです。で、そうするとね、そこに働いてて知り合った子がね、ティーエンスっていうめっちゃええ会社あるねんとか言って、俺受けたいねんとか言ってたんですよ。で、それ覚えてたから、じゃあ俺ティーエンス受けてみるわとか言って受けたんですよ。で、まあ受けたら、まあ通ったんですね。でね、今から思ったら、ついこの前もニュースって見たけど、キーエスで社員の平均年収2000万とか書いてた。もうそう、俺ずっとおったら多分年収3000万とか4000万やったかもしれへんぞとか思ったんですけどね。まあそれはもう後の祭りなんだけど。で、まあキーエス行ってね、最初に任されたんが、レーザー外形測定器なんですね。非接触で、丸い、例えばアルミの棒を、0.1 ミクロンの精度で測れるっていう、そういう装置だったんです。で、レーザーヘッドの部分は、新人ともう一人、中堅の人が設計して、私がコントローラーの方を設計、任されたんですね。で、今までの機種はこれですよってんで、これを改良してくださいっていうことで、設計始めたんだけど、その元の機種の回路図見てたら、うん、あ、これここ改良したらいけるやんけとか思って、まあ、すぐに設計できたんですね。で、まあ、無事にそのコントローラーも設計できて、それは世に出ることになったんですよ。でね、ここで、大事なのはね、自分の中に、まあ、いろんな部分があるということなんですよ。で、まあ、例えで言うと、その時の自分の内部っていうのは、貧乏で悔しかった自分がいるでしょ。でもう一人はものづくりが好きな自分。でもう一人は音の出る製品が好きな自分が、この、まあ、3人が代表的なのはいるんです。そうすると貧乏で悔しかった自分はキーエンス行ってまあまあ納得してるんですよ。給料上がったから、あ、まあローラの時給料上がったし、まあここはええかみたいに思ってるんです。で、ものづくりの自分は鼻高々なわけですよ。もうキーエンス来て、もうレーザー外形測定器も一発で設計できたやんけ。もうやっぱり俺はここでも実力は通用するんやなとか思うわけです。ところがね、音が出るものが好きな自分はね、納得いってないんですよ。だから、じゃあ3人の会話みたいなのをやって、再現しようしますね。じゃあ貧乏が悔しかった自分は、いや、これで給料も上がったし、まあこの会社ええんちゃう。で、次、ものづくりが好きな自分、ほらな、やっぱりもう俺いろんなもの作ってきたからな、やっぱり俺ここでも通用するんやって言ってるわけです。で、音の出るものが好きな自分はね、もうお前ら何言うてんねん、お前。
俺こんなもん作ってもしょうないんじゃ。俺音が出へんかったら全然意味ないでボケ。でもうこんな感じでもう今言っても涙出るぐらいね、すごい残念なんですよ。で、あの音が出るものがすごい好きだっていうことにね、やっぱり自分で分かってないんですね。あのその時支配的だった性格っていうのは、あの貧乏で悔しいやつがやっぱり一番幅を利かせてたんですね。で、じゃあ今だからね、あの僕あのセラピーとかいっぱい受けたから、あのあその当時は3人の人格がいろいろこんがらがってたんだなっていうのが分かるんだけど、あのその当時は分かんないですよ。その3人がもうなんかいろいろ喧嘩したり渦巻いてるからですね、自分の人生が分からんようになってるんですね。それであの結局キーエンスはね、どういうことで辞めたかというと、最初転職した時にですね、あのいろんなとこも面接に行ったんですね、ちっこい会社とかも。で、ある時面接行った会社の社長が、あの知り合いの人からいいエンジニアおれへんかなって相談されたらしいんですよ。ほんで、あのこの前面接に来た坂上さんっていう人がなかなか優秀やったということで、私とこ電話かかってきて、あの紹介していいですかとか言われて、あのいいですよとか言ったら、その別の会社から電話かかってきたんですね。で、坂上君、今どこに行ってんの？いや、キーエンス行ってますとか言って、あの年収なんぼ持てんねやと。いや、何百万持ってますとか言って、坂上君、年俸100万アップしよう。うち来えへんかとか言われてた。これで、あの、分かりましたとか言って、あの、行っちゃうわけですよ。でも、貧乏で悔しいやつはもう世の中ジェニアやから、あの、長期的な視点は全然立てないわけですね。で、100万アップやったらええかとかって思っていくんだけど、その時に、まあ、あの、その会社も立派な会社なんですよ。なんだけど、やっぱり、キーエンスみたいにすごい大企業と比べると、なんか会社の雰囲気違うし、ちょっと俺違うかもとか思って、結局辞めてしまうんですね。で、まあ、ちなみにね、半年ぐらいで辞めたけど、あの別に喧嘩別れしてるわけじゃないから、あの2年ぐらい前かな、あのそこの社長と奥さんとお会いしてね、あの久しぶりにお会いしたら、あのじゃあご飯食べに連れて行ってあげるとか言ってね、あのご飯食べに連れて行ってくれたから、喧嘩別れしてるわけじゃないんだけど、まあ仕事としてやるのはちょっとどうかなとか思って、でまた今度辞めたですね。次はね、なんかあのなんていうの、あの職業を紹介するようなあのヘッドハンターみたいなあれを使ってみようということで、あの行ってまたあの会社変わるんだけど、なんかやっぱりその時もすごい会社あるんですとか言って言われるんだけど、あの行ってみたらおもろないなみたいに、でそうやってね、あの給料は転職するたびに上げていくんだけど、あのどんどん面白くなくなっていくんですね。でそういうふうに混迷の時代に入っていくんだけど、まあそのちょうどあのキーエンス入った頃にですね、ゲシュタルトセラピーっていうのに出会うんですね。でゲシュタルトセラピーって、まあ、心理療法の一種なんですけれども、で私のセラピストがあの東京が本拠地なんですけど、あの月に1回大阪に来るんですよ。でクラスやってて、でその最初のクラスに参加した時に、あの自分のその子供の頃にいじめられてた怒りみたいなのを解放するワークにたまたまなったんですね。でその時にすごい、なんか俺って怒りとか悲しみいっぱい溜まってるから、それ解放するの大事だなって思ったんですよ。で、あの怒りと悲しみの解放をすることの重要性に気づきっていうね、これのもう一つの意味はね、ちょうどね、そのローランド就職した頃に本屋さんでね、あのマーフィーの眠りながらお金持ちになるみたいなタイトルの本とか、ブリストルの信念の魔術とかいう本をあの見つけて読み出すんですね。でそういうのを見たら、あの寝る前に幸せなイメージすると幸せになれるよとか、寝る前にお金持ちのイメージするとお金持ちになれるって書いてたんですね。でほんまかいなとか思いつつも、
それやったら嬉しいやんけとか思ってそれをやろうとするんですね。ところがじゃあ寝る前にイメージしようとするとですね、お父ちゃんがちゃぶ台ひっくり返してるイメージしか出てこないし、聞こえる声もあのお父ちゃんとお母ちゃんが喧嘩してる声しか聞こえてこないんですよ。そしたらそのイメージしてることが実現するんだったら俺の人生ずっとそういう人生になるんかとか思って、これはそういうのをあのちゃんと癒やしてなくさんといかんわということに気づくんです。それでセラピーもあの何ヶ月か行ってたらすごい面白いからもっと勉強しようと思ったんですね。でその大阪でそのセラピー1年ぐらい経った頃にあのセラピストの人がですね、来年4月からあのセラピスト養成トレーニングクラス始まるから出たらどうかなって誘ってくださったんですね。でなんでそのセラピストの人があの誘ってくださったかというと、後でね聞いた話なんですけど、いや坂上さんね、あのあなたに初めて会った時にあのもう体から青白い怒りの炎がもう見えてたよって言われたんですよ。でもこの人なんとか救わなきゃとか思って、私あのセラピスト養成クラスに誘ったって言ってくださったんですね。でまあでも大阪離れるのはちょっとねあの抵抗あるからすぐには行かなくって、あのまあトレーニングクラス始まった時にあの月に1回土日のクラスだけね、あの新幹線乗って通ったんですね。であと火曜日の夜もやってたけど、まあ平日はさすがに行かれへんから土日だけ行って、でもそうこうしててもあの大阪で働いてた会社もさっき言ったあのヘッドハンターに誘われて行った会社結局おもろなかったから7月で辞めたんですよ。でもこんなことしててもらちあかんよなとか思って、もうじゃあ東京を出てトレーニングクラス入ろうとか思って上京したわけなんですね。はい。で第5は悔しさを解放して心が穏やかな日々になった時に新しい変化が来た。これね第5はこの1行しか書いてないけど、27歳の時に上京したんですよ。でそこからそのゲシュタルトセラピーの養成コース3年間のクラス出て、1年間特別コース出て、また新たに3年間のコース出て、1年間のクラス出てみたいにもう繰り返してやってたんですよ。で結局ねあの44歳になるまで18年間そのセラピーの勉強してたんですね。でものすごいいっぱいいろんなあのワーク受けました。あの基本はそのゲシュタルトセラピスト養成コースに出てるんだけど、あの夢のワークとかね、夢のワークっていうのは自分が夜見た夢であの夢からのメッセージを読み解くようなあのワークショップとか、あと男性性と女性性の統合のワークとかね。で男性性女性性の統合っていうのはね、年に3回ぐらいあったんですね。でその年に3回ぐらいのワークを十何年間やってたから多分40回とか50回出てるんだけど、あのだんだんその自分の中にはこういう男性性がいてこういう女性性があって、あの自分にはこういう才能があるんだなとか気づいたりするんですね。でもねその18年間そのここ1行で心穏やかな日々になった時ってそんな簡単に穏やかになってないですよ。あのセラピー始めた時はあの世の中ジェニアとかもう世間に復讐したるんじゃみたいな気分でやってるから、あのお金に対する恨みはもうすごい激しいんですよ。そうするとねセラピー受けてもそんなすぐ治るわけじゃないから、お金に関するトラブルも起こすんですね。だからもうあの自分の年収ぐらいの借金を自分で作り出してですね、ああ しもたとか思って何年か数年かかって返して、でまたその年収ぐらいの借金作って数年かかって返してみたいな、なんかそんなことを繰り返しながら徐々にその怒りとか悔しさが手放していってですね、でやっぱり40ぐらいになった時はだいぶ心の中の引っかかりみたいなのがなくなってくるんですね。で穏やかなになった時、あの2006年2月23日から衝撃的な出来事が起きるんです。でそれ衝撃的な出来事でね、あののんびりとね家でテレビ見てたんですよ。
あの鳥のオリンピックね、荒川静香さんの演技を見てたんです。でね、あのフィギュアスケート好きとかないですよ。荒川静香さんのファンでもないけど、あの私勝ち負けが好きだから、日本人選手金メダル何個取れるのがすごい興味あってね、新聞に荒川静香さんが金メダル取るかもしれんとか書いてたから、いやほな見なあかんわとかって見てたんです。で、あのブルーと水色のね衣装でフリーの演技始まって滑らかに滑って、あなんか結構綺麗なもんやなとか思ってたけど、そのイナバウアやった時かな、もう突然ね、もう体に雷が落ちたみたいな、電気が走ったみたいな、ビリビリってきたんです。荒川静香さんなんて美しいの、わいあれになりたい、静香さんみたいになりたいって、それね、もう頭で考えてると違うんですよ。もう体の底からブワーってやってくるみたいな感じで、もう俺あれになりたいとか思って、フィギュアどこでやれるんやってかも調べまくるんですよ。で高田馬場でやってるっていうことが分かるんですね。でも高田馬場にフィギュア滑りに行かなとか思って、もうすぐ高田馬場行くんですよ。でね、貸し靴借りて滑ったら、あのいきなり滑れるんですよ。で、ね、なんでいきなり滑れるかというとね、実はね、あの小学校6年の時にあのスケート学校行かされてたんですよ。で行かされてたっていうのがこれ何かというと、うちの母親はめちゃめちゃ厳しい人だったんですね。どんなに厳しいかというと、あのテストで90点取ると怒られるんですよ。なんや100点取られへんのかって言われるんです。でテストで80点取ったら、どうか死んでまえって言われるんですよ。で100点取った時は、あのへっへっ今日は100点やでとか持っていったら、なんやお前が100点か、ほら他の子みんな100点なんやろとか言われてね、褒められることがないんですね。でもうそれで悔しくて、母親に対してもう怒りも持ってたんですけども、もうある日曜日にね、まだ行こう早起きとか言って朝叩き起こされるんですよ。なんやの眠たいねんけどって、今日からスケート学校行くんやとか、もう7時に始まるから早ナンバー行けとか言ってね、お尻で叩かれて、姉ちゃんに連れて行ってもらえとかいうやつでね、スケート学校行くんですね。眠たいなとか言ってナンバー行って行くんだけど、だけどスケート自体は面白いから、あのまあ良かったんですよ。だけどね、まあ母親ってありがたいなって思うのは、まあそうやって厳しくて怖かったけど、なんか子供のね、あの才能っていうか可能性を伸ばそうと思ってね、そのやってくれたんでしょうね。まあ唯一ね思うのはね、もうちょっと優しかったら嬉しかったんけどなとは思うんですけどもね。でね、まあ最初の方で一つのワクワクは次のワクワクにつながるっていう話しましたでしょ。でスケートの時もそうなんです。あのまずね、初めに滑った日はね、貸し靴で滑ったからヨレヨレしてて、でなんか滑りにくいなって思ったんですね。でその次にもうスケート靴買いたいと思ったんですよ。でどこで売ってんのとか思ってですね、あの調べたら横浜で売ってるっていうことが分かったんですね。ほんでじゃあ買いに行こうとか言って、その横浜のいい店に行ったらですね、でたまたま自分が選んだこれがいいなと思って選んだら、そこの店の人がですね、いやそれ安藤美希ちゃんの靴と一緒ですよとか言われて、えそうなんですか、美希ちゃん買いに来てるんですかとか聞いたら、あそうなんですよ、美希ちゃんもうちに来るんですとか言って、うわ美希ちゃんの靴と一緒かとか思って、喜んでね、それを持ってまた高田の馬場行くんですよ。で今度滑って、あのもう靴も完璧やからね、でまず前に滑るでしょ。で子供の頃バックも滑るからバックも滑るでしょ。で子供の頃やったことないのか、こう前に滑ってくるっとターンしてそのままバックできるかって試したら、何度か練習したらそれもできるんですよ。まあ滑れるよなとか思ったんです。でも待てよとか思って、俺荒川静香さんほど美しくないやんけとか思ったんですよ。もうマジな話で、どうやったら美しく滑るのって、もうしばらくスケートリンクにね立ち尽くして、あどうしたらええやって思ったんです。そうや、わかった、荒川静香さんはジャズダンスとバレエ習ったって言ってたぞとか、真央ちゃんも
ジャズダンスとバレエやってるって言ってたやんけとか思ってね、それでダンスならなあかんなって思ったんですよ。それですぐにですね、ダンス教室探すんですね。で、その時目黒区に住んでたんですけど、学大の近くにダンス教室あったんですよ。でもすぐそこ行ってですね、説明聞いたら2500円でワンクラスですって。で、1万2000円払ったらフリークラスで何クラスでも出ていいんですっていうのがあって、いやそれお得やんけとか思って、結局フリークラスを選んだんですね。で、まあさすがに最初は毎日ダンス練習は大変だから、科目金土にしたんですね。で、平日はね、まあもちろん会社勤めしてるからね、9時から5時半まで仕事して、最初一コマ目間に合うのが夜7時半のクラスなんですね。で、7時半から9時のクラス出て、次9時から10時半のクラス出て、平日は2コマ出るんですね。で、土曜は朝1のクラス出て2コマ目ってるんですね。で、そのうちバレエは週3回あったんです。火曜日の7時半のクラスと、土曜日の朝1のクラスがバレエの体作りでストレッチのクラスだったんです。で、その次がバレエ入門で初心者が入れるバレエのクラス。だから週3回バレエ行って、で他はジャズダンスのクラスとかヒップホップのクラスとか出てたんですね。で、月曜日上げてたのはね、月曜はヒップホップしかなかったんですよ。だからバレエかジャズダンスがある曜日に行ってたんですね。で、でもこれまた一つのワクワクが次のワクワクにつながるって、また不思議なもんでね、ダンス習い始めて1週間経った時に、多分食堂かどっかなんですけど、夕刊見たらミュージカルの募集が目に入ったんですよ。で、それまでミュージカルの出たいって思ったこともないし、そんな募集が目についたこともないのに、そうが目に飛び込んできて不思議やなと思ったんですよ。なんでダンス習って1週間経った時に急にこんなんが目に入んのとか思って。で、ね、一般の人でもミュージカル出れるっていう話やから、なんか面白いな、俺もやってみたいなとか思って、オーディションに出かけていくんですね。で、オーディション通るんですよ。で、オーディション通るってもう誰でも受けたら通るようなそのオーディションだったんですけど、で最初はね、素人の人はね、バックコーラスから入るんですね。だから最初コンコーネ50番っていうなんか歌の本で、それで一生懸命練習始まるんですね。で、一方フィギュアの方は自分で一人で高田の馬場滑ってたのを、スケート学校入ろうとか思って、高田の馬場の日曜の早朝のクラスに入るんですね。で、だからその頃はね、平日は朝9時から5時半まで働くでしょ。で、ダンス教室の7時半のクラスと9時のクラス入って、で土曜日はまあ朝から2コマバレエのクラス出て、で日曜は朝一でフィギュアスケートの学校行ってね、で終わったらその靴をカバンに詰めて、そのまま重いままミュージカル練習のとこに行くんですね。で、ミュージカル練習はまあ朝から夜8時ぐらいまでやってるから、まあそういうスケートとダンス教室とミュージカル練習の日々を続けてたわけですね。で、次、目標は変わってもいいっていう話。これは何かというとね、実はね、もともと荒川静香さんみたいになりたいって言ってフィギュアスケート始めたじゃない。ところがね、スケート学校で片足スネークっていう練習があるんです。片足でこのくねくね S 字カーブを描くような。でね、それで転倒してしまうんですね。で、ものすごい激しい捻挫してしまうんですよ。でね、3週間ぐらいフィギュアの練習とダンス練習できなくなったんですけど、もうその時の恐怖が半端じゃなかったんですね。で、一方バレエとジャズダンスはね、なんかこれ俺にすごい合ってるなと思って、ものすごく楽しくなってきたんですね。ほんでもうフィギュアやめようかなって思ったんです。でもね、そのフィギュアやめようかなって言うけど、最初の意気込みはもう本当すごかったんですよ。
トリプルアクセルは無理でもせめて1回転ジャンプぐらいはしたいなとか思ってたし、あとね、あのプロスケーターの八木沼純子さんっていらっしゃるんですけど、八木沼純子さんのその1日ワークショップあった時に、うわこれ行きたいとか思って、八木沼純子さんにあのスピンの仕方を直接あの手ほどきとかしてもらってるから、それぐらい意気込んでんのに、その転倒の恐怖があまりにすごくって、もうフィギュアスケートをやめとこうかなって思ったんです。でね、よくね本とかでもあのくじけちゃダメとか根性入れてね続けないとダメとか言ったりもするけど、それはね自分が逃げの気持ちの時はあのくじけちゃダメだけど、本当にあもうええかなって心の底から思った時は別にあの目標変えてもいいんですよっていうお話です。はい、で次、祈りは行動とともにあるべき。これはもうめちゃくちゃ大事な話です、今日の話の中で。でよくねあの皆さんね、あのこうなれたらいいなとか、ああなれたらいいなとか思ったりするでしょ。で例えばあのピアノ弾けたらいいなとか思ったとするじゃないですか。でよくあの成功法則の本とかスピリチュアル系の本にノートに書いたら勝手に実現するとか、寝る前にイメージしたら実現するとかよく書いてあるでしょ。あれそのままその通りに受けたら、真に受けたらダメなんですよ。やっぱりね、あの行動せんものは実現しないんですよ。で、あのじゃあスピリチュアル系の本が嘘書いてるかっていうと嘘じゃないんだけど、行動するのはもう当たり前っていう前提で書いてるから、行動した上での話なんですね。なのであのじゃあ私の場合具体的にどうだったかというと、バレエが面白くなってきたから、あのバレエもっと上手くなりたいと、早く上手くなるにはどうしたらいいのって考えたんですね。いやさっき言ったように火木金土ってダンス教室行ってて、火曜の7時半と土曜の2コマ週に3回レッスンしてるんですね。バレエ上手くなりたいんやったらもうレッスン増やすしかないと思ったんです。じゃあ月曜日は行ってる教室はあのヒップホップしかないから、月曜にバレエできへんのかと思ったんです。で探したんですよ、月曜どっかできへんから。だから自由が丘にバレエスタジオあったんです。よっしゃもう月曜はもう自由が丘やとか思って月曜バレエレッスン行くんですね。で次にもっとなんとかなれへんのかとか思ったら、次土曜に着目したんですよ。土曜日は朝一でストレッチのクラスあって、2コマ目があの入門コース、初心者のコースだったんだけど、実は午後に3コマ目にね、あの初中級のクラスあったんですね。初中級っていうのはバレエやって3年とか5年経ってる人しか入れないクラスね。でそこに入りたいなと思ったんですよ。だから月曜は自由が丘行って、あの初中級のクラスは先生とこ行ってね、あのちょっと僕バレエなるべく早く上手くなりたいからこのクラス入れてもらえませんかって頼んだんです。じゃあ先生が分かりましたとか言って、ただしあの難しい技の時は私があのストップかけるからその時だけは見学してくださいよとか言われて、で結局あの週に5クラスバレエをやることになったんですね。で、まあ、そこをしてるうちにですね、このミュージカル練習の方はね、あの最初歌の練習ばっかりだったけど、あのだんだん本番近づいてきたらですね、あのオープニングダンスとアンコールダンスの練習が始まるんですね。で私言ってたやつは赤毛のアンなんだけど、あの、子供時代のアンと少女時代のアンと大人時代のアンと3つに分かれるんですよ。で子供時代は小学生がやるんだけど、少女時代は中学生と高校生で、大人は大学生とあと元宝塚の、まあ、すごい人が来てやるんですね。でその人たちの中から上手い人があのオープニングダンス出られるんですよ。だからあのオーディションがあるんですね。でアンコールダンスもね、あの上手い人が出れるんだけど、じゃあそのオープニングダンスとアンコールダンス俺も出たいよなとか思うんですよ。どうやったらあのオーディション通るのとか思ったんですね。でダンス習ってるって言ってもね、あのダンススクールは別にそのミュージカルのこの
オープニングダンスの練習をやるとかじゃないから、ダンス習っててもそれが上手くなるわけじゃないんですね。ほんで、どうしたらええんやとか思うんですね。でも、ね、昼間働いてて、夜7時半から10時半までダンススクールでレッスンがあって、で、日曜はミュージカル練習で、練習中だけだとね、上手くならないから、どうしたらええの？もう夜中と昼休みしかないやんけとか思うんですね。じゃあもうほんなら夜中と昼休み練習しようとか思ったんです。だから夜はね、7時半からダンスレッスン始まって10時半に終わるでしょ。でその帰り道にコンビニでパン買ってですね、自転車乗って公園に直行するんですよ。でそこからオープニングダンスの練習を始めるんです。でもそれだけやったら足らんから昼休みも職場の近くで公園でね練習始めるんですよ。もう昼ご飯はパン1個だけにしてもう走って公園行って、だ公園だからこうでっかい木あるじゃないですか。でそこにこう木にこうやって足こうやって上げてね、股関節をねまず広げて、ほんで次ストレッチ、まあ、屈伸とかやった後、今度自分でバレエのメニュー決めてたんですね。ピケターンとかピルエットって、まあ、くるっと回転するやつとか、シャンジュマンっていうジャンプとかね、シソンヌとか、いろんな技があるんですね。トンベ、パドブレ、グランパディシャンみたいな。でそういうメニューを一通りこなして、その次にミュージカルの振り付け練習するんですね。で、その頃別に基本ステップとか詳しく分かってったわけじゃないから、ミュージカルのクラスでは、そのオープニングダンスとか、もう次はどうするのとかいうの、ノートに細かく書くんですね。次右足を一歩出したらその時に同時に右手を右かみたいな、そのノート見ながら公園で練習するんですよ。でね、結構おもろいことがあったのはね、そうやって公園で練習してたらね、桜木咲いてる季節だったんですけど、なんか老人たちが何人かいてね、若い人が一人いてですね、その若い人が僕とこ近づいてくるんですよ。で私たち老人ホームからね、花見に来てるんだけど、一曲踊ってくれませんかとか言うんですよ。とか言って、僕練習してるだけなんですけど、とか、いや、お願いしますよ、とか言われて、いや、そうですか、とか言って、一曲踊ってあげるんだけど、まあ、その時学んだのは、そうやって公演で練習してたら観客もできることがあるんやな、っていうのを学ぶわけですね。はい。はい、次第8話、自分の気持ちに素直に興味があったら始めてみる。まあ、今まで言った話もビビッと来たら始めてみましょうっていう話だったんだけど、これはね、自分の気持ちに素直に興味があったら始めてみるっていうのは、なんかちょっと抵抗が、これやんのちょっとって抵抗あることでもやってみましょうっていう話です。で、どういうことかというとね、スクール行ってね、まあ、1年ぐらい経った頃にですね、新しい先生が来るんですよ。で、新しいクラスが始まるんですけど、それがガールズダンスのクラスなんですね。女の子がちょっと可愛い衣装でセクシーに踊るみたいな。で、なんか面白そうやなって思ったんですよ。で、初めてのレッスンは窓から見学してたんですよ。で、いや、なかなかあれ面白いなとか思って、やっぱりワイもやりたいとか思うんですね。でね、私ね、18年間セラピーしてた時に、さっき言ったように男性性女性性の統合のワークとかもいっぱいやってて、その時に男性性はどちらかというと引っ込み思案で、まあ、黙々となラジオ作ったりするタイプの人間なんだけど、女性性は結構明るくてですね、社交的で、でなんか表現するのが好きな性格だったんです。でセラピストに言われたのが、あなたの中にはその男性性のその一人で黙々ね、ものづくりするような性格もあるけど、そういう表現したい女性的な部分もあるんですよって。その部分をもし使わなかったら、あなたの才能の半分を捨ててんのと一緒ですよって言われたんです。いや、それ覚えてるから、じゃあガールズダンスに興味湧いたって言ったら、自分の女性性が興味持ってんのかなとか思って、比較的抵抗なく、じゃあやってみようかなって思ったんですね。で、入ったらですね、
ウォーキング練習があったんです。ウォーキング練習ってあのファッションモデルがあの花道をね、かっこよく歩いてポーズ決めてあのくるっとターンして履けていくっていう、あれああいうのがあったんですね。だからあの1、2、3、4、5、6、7、8、ポーズ、ポーズみたいにやってね、それで、はい、ターンとか言って、で、1、2、3、4、5、6、7、8、ポーズ、はい、はけてっていうのをね、女の子たちと一緒にやるんですね。で、それすごい楽しかったんですよ。それで、だって、ウォーキング練習なんか普段やらないですよね。で、めちゃめちゃ面白かったんだけど、その頃ね、私、ダンススクールではね、あのバレエシューズで参加してた。でバレエシューズってあのぺったんこなんですよ。で、バレエシューズでウォーキングやってると、なんか気分乗らないんですよ。それでね、これ、ウォーキングやんねやったら、ハイヒール履いた方がええなと思ったんですよ。で、ハイヒール履いてみたいって思って、でも私、いっぺん思ったら、ハイヒール履いてみたいとか思うから、どこで売ってんのって探すわけですよ。ほんならね、あのハイヒールって履けるやつってそう簡単に手に入らないんです。あの女の子用って25ぐらいまでしかないから、ほんで調べまくったら、あの銀座にそういう専門店あるということがわかるんですね。ほんで銀座行ってですね、探したらあるんですよ、かっこいいハイヒールが、もうゴールドのね、ベルトのね。でもこれやとか思って、もうこれくださいとか言って、選んだけど、あの一応特注だから、じゃあ10日後に仕上がりますからとか言って、あの待ち遠しいなとか思って、その日は帰ってまた10日後に取りに行くんですね。で、やったハイヒール手に入ったでとか思って、あのレッスンで履くんですね。で、やっぱりウォーキングもすごく楽しくなるんです。ところがね、今度ね、ハイヒールでウォーキングすると腰のあたりがなんか寂しいなって気づくんですよ。でこれミニスカート履かんとやっぱりおもろないでとか思うんですよね。それでもう次はミニスカートやとか思って、で渋谷に探しに行くんですよ。であちこちで探すと、あの黄色いひらひらしたあのミニスカート見つかるんですよ。もうこれええわとか思って買ってですね。で結局ね、あのハイヒールとミニスカートであのレッスンするようになったんです。だめちゃめちゃ楽しいんですね。で結局ね、そのガールズのクラスだけじゃなくって、そのジャズダンスの時も先生に、あのハイヒールとミニスカートで練習していいですかとか頼んで、ヒップホップの時までね、ちょっとハイヒールとミニスカートでヒップホップやっていいですかとか言ってね、結局スクールの全クラスハイヒールとミニスカートで踊るようになって、なんかもうそのスクールの名物おじさんみたいな感じになるんですね。でもまあ自分はもうすごい楽しかったんですよ、それで。はい。次9話は、親や世間からの考えを鵜呑みしたことが自分の可能性を止める。これどういうことかというとね、そのガールズ始めて1年経った時にですね、あの発表会出ませんかっていう話が来るんですね。でそのガールズの先生も発表会出すから、坂上さんも出たらどうとか誘われるんですけど、あのいやどうしようとか思って、わい中年の男やし、さすがにガールズダンスの発表会出たらあかんよなって自分に OK 出なかったんだけどね、皆さんね、これ出たらあかんよなって誰が言ってんの？だって先生出ませんかって誘ってくださってるんですよ。出たらあかんよなって言ってるのは自分なんですよ。だけど本当の自分はあのミニスカートとハイヒールで踊りまくってるわけやから、これどっから来てんの？これ結局ね、あの世間の常識とかあの一般的な考えをただ自分が鵜呑みしてあかんよなとか思ってるだけなんです。つまりね、あの世間の考えを鵜呑みしてると自分の可能性を止めてしまうんですね。でもまあその時はあかんよなと思ってるから、あの仕方ないから観客席で見るんですよ。そしたらね、ものすごい華やかなステージでね、めっちゃくちゃかっこいいし可愛いんですよ。で、普段練習はね、あの女の子みんなジャージとか T シャツでやってるけど、もうそりゃそりゃ可愛い衣装でね踊ってるからめっちゃくちゃ可愛いんですよ。でいいよなとか、俺も出たいけど、まあさすがに中年の俺はあかんわなとか思ってね。でまた1年レッスンして2年目また観客席で見る、
いやかっこいいよな、もう俺出たいけど中年の俺わかんよな。で3年目も観客席で見て、4年目も観客席で見て、ずっとレッスンは続けてるんですよ。5年目6年目ずっと観客席で見てレッスンして7年経ちました。さあ7年経った時にですね、俺もこのクラス7年続けたんやでとか、もうそろそろ俺も出てもええんちゃうかって、ついに自分に OK が出るんだけど、もうその頃私すでに52歳になってたし、仕事も一生懸命やってたから会社では技術部長だったんですよ。でまあでももうよっしゃ、俺もガールズダンスの発表会出ようとか思ったんですね。でもしね、皆さんじゃあ自分が52歳で技術部長でガールズダンス出ることになった時に、会社行った時どうします？隠してます？それとも恐る恐る言ってみます？で私はね、宣伝したんですよ。まず社長とこ行ってね、社長と社長の奥さんに、社長、私ガールズダンス出ることになったんです、ミニスカートとハイヒールで踊るからもうぜひ見に来てくださいとか、もう次営業部行ってね、チラシ持ってね、皆さん今度ガールズダンス出るんですよ、もうミニスカートとハイヒールで踊るから絶対見に来てくださいとか言って、次部下のとこ行って、実はね、私ね、ミニスカートとハイヒールとガールズダンス出るんですよ、見に来てくれないですかね。で新人のとこも行っても、いや新人君ね、実はね、私ね、ミニスカート買える、今度ガールズダンス踊るからぜひ見に来てくださいよ、もう新人君はチケット半額でええからもう頼むわとか言ってね。そうしたら実際ね、新人君一人見に来てくれたし、経理の人も見に来てくれたし、営業の人も一人見に来てくれたし、ね、何人か見に来てくれました。でじゃあね、そのなんでそうやって宣伝するのが大事なのかね、でそれバラはバラである時が一番美しいという話なんですけど、それが私だからなんですね。結局会社で技術部長になったとか言っても、それって役割じゃないですかね。一生懸命やってたから技術部長になったんだけど、別に技術部長に憧れてたわけでもないし、実際ね、昼ごはん社長と食いに行ってた時に、坂上君今度お前部長やるかとか言われたんですよ。でも、いや部長って何ですかって、その多分僕部長なんか向いてないと思いますよとか言ったんだけど、その時はそれですんだけど、結局部長になったんですね。だから部長になりたいとか思ってたわけではないんですね。それよりも自分はそのダンスが好きだったりとか、それこそミニスカートとハイヒールで踊るのが、それが私だから。だからね、結局自分でないものになろうとしちゃダメなんですね。で自分自身を生きるということがすごく大事なんです。でバラはバラである時が一番美しい、チューリップはチューリップである時が一番美しいというのは、これゲシュタルトセラピーやってた時にセラピストの人が何度も何度も教えてくれたことなんですね。つまりね、自分の本質がバラなのに、お父さんお母さんにね、もうあなたチューリップとしてお行儀よく生きるんですよみたいに言われて、チューリップになろうとしてずっとね生きてても、なんか息苦しくなっちゃうんですよ。だから自分がバラだったら、もうトゲとかもピーンって出してね、バラとして生きるしかないんですね。そういうことが大事ですよっていうお話です。はい、次、最高の自分を表現するために全力を尽くす。これ何かというとね、さっきついに発表会出るっていう、自分に OK 出たでしょ。でもう自分に OK 出たから、じゃあ発表会出ますで、それで済ましたらダメなんですよ。というのは何でかというとね、実際ね、他の子って18歳から30歳ぐらいのめっちゃ可愛い女の子たちなんです。でその子たちはもうものすごいダンスうまいし、セクシーなんですね、踊った時に。で私同じようにね、7年間クラス出てるって言っても、やっぱり全然負けてるんですよ。でそこのギャップを埋めないといけないし、フォーメーションダンスだから、一人なんか下手なやつが混じってるとめちゃくちゃ目立つし、そんな振り付けどうやったっけなんかやってたらかっこ悪いんです。もう一つ大事な問題は、やっぱ私実際中年の男だったから、
お腹出てたんですよ。で、このお腹こんな出てるのに、ミニスカートとハイヒールって、かっこ悪いでしょ。で、それはさすがに自分に OK 出なかったんです。で、じゃあどうしたかというと、まずね、発表会の時は、先生がね、クラスのレッスン以外にも、土日にチームで先生立ち会いで練習するんだけど、それは全部出るけど、それ以外に自主練って言って生徒だけで土日に集まって練習するんですね。で、それも全部出るのは当然として、自分でダンススタジオ借りてね、もうひたすら音楽聴きながら振り付け練習するんですね。でもとにかく空いてる時間はもう全部スタジオ借りて、お金もかかるんだけど、もうひたすら完璧に踊れるまで練習するんですね。で、あともう一個のその、お腹問題。もうこれはね、私お菓子食べの好きだったんだけど、ポテトチップとかチョコレートとかね。だからもうそれ一切やめて、2ヶ月の間にね、84キロから 70.5 まで落としたんですね。で、なぜかね、70.5 から先はね、もう全然落ちないんですね。不思議なんです。だけど、一応お腹はぺったんこになったから、それで、発表会出たんですね。これがその時の私ですね。ね、真ん中でセンターで踊ってるでしょ。ね、発表会ってまあメドレーだから5曲ぐらい短い曲やるんだけど、そのうちの1曲センターで踊らせてくれたんですね。で、向こうの写真は右から2番目が私かな。でもこの上のジャケットとかも自分で作ったんですよ。白いミニスカートは買ってきたけど、あれとかね、岡田屋って新宿にね、布とかいろんな飾り売ってるとこでね、自分で手縫いとかしてね、作ったんですよ。はい。ね、だから今まで話してきたように、年齢がいくつであっても、新しいことに挑戦しようという話なんです。ね。新しいことを始めるのに遅すぎることはないわけですよ。別に52歳からでもガールズダンスやってもいいし、で実際私その後ダンス10年ぐらいやった後、57歳からピアノとか習い始めてるしね。で、大事なのはね、魂は年取らないんですよ。肉体は取っていって、なんか膝が痛いとかね、老眼になったとかあるかもしれへんけど、意識は自分が若いと思ったらずっと若いから、いつでも何でももう挑戦しようと思ったらできます。で、やっぱりなんやかんや言って最初の一歩を踏み出すのが一番大事なんですよ。結局ね、私ガールズダンスの発表会出るのに7年かかってるでしょ。実際には7年かける必要ないんですよ。自分が止めてるだけだから。だからもうそういう枠を外してどんどん前に進んだ方が人生早く進むんですね。で、とにかくね、未来が決まってるわけじゃないから、あなたが今日どんな選択をするかで未来が変わってくるから、最高の選択をしていくっていうのが大事なんですね。はい。で、まあそのテクニックとして使う言葉を変えて選択肢を増やそう、まあ、これ他の本とかにも書いてるかもしれないですけど、例えばそんなん無理とか言葉が出てきたら、いやいや、やれる可能性はある、どうやったらできるかなに置き換えるし、もう年だからとか思ったら、いや、魂は年を取らないんだ、私は今も若いんだっていう言葉に置き換える。失敗したはこの経験から学んだな、で、何々しなければならないは私は何々することを選ぶ。つまりね、今週末までにレポート書かなあかんとか言ったら、書かなあかんねんから絶対書かなあかんことになっちゃうじゃない。だけど自分はその会社でいい成績取りたいから今週中にレポート取ることを選ぶって選択したことにしとけば、他に自分の重要なことができた時に、いや、俺は選択してるけどこっちの方を選択してもええかっていう選択肢が増えるじゃないですか。だからそういう訓練をしましょうっていうことですね。で、同じようなことで、次にやるべきことは何かなって頭に浮かんだら、私が次にしたいことは何かなに置き換えるとか、まあそういうふうに言葉を変えることで、
可能性を増やしましょうという話。はい、次、自分の中にはいろんな自分がいる。誰の望みなのかを見極めようというのは、まあ、最初の方に話しましたけど、悔しい自分とか、ものづくり好きな自分とか、音の出るもんが好きな自分とかいるでしょ。で、よくね、あなたのなりたい姿をノートに書いてみましょうとかあるじゃないですか。で、私、そんな本いっぱい読んでるから、実際やってますけど、ね、ノートに書くのは、わいはお金持ちになりたいとかね、だいたい書くこと決まってるんですね。広い家に住みたいとか、自分にぴったりの女性と結婚して幸せな家庭を築きたいとかね。で、それ、誰の願望なのっていうことなの。つまりね、これもう明らかですけど、これ貧乏で悔しかった自分の願望なんですね。子供の時に父と母喧嘩して家庭が平和でなかったから、平和な家庭築きたいとかね。貧乏やったからお金持ちになりたいとか。だけど、そのじゃあ貧乏の悔しさとか、もしね、原体験に戻って、セラピーとか受けてね、その悔しさとかを解放したとするでしょう。その自分はもう消えてなくなっていくんです。そうすると、この願望って本来いないはずの人の願望だったりするわけです。だからこういうのをね、いくらノートに書いて祈っててもね、本当の自分の願いじゃないからね、そんなんなかなかね、実現しないんですね。だから自分がどうなりたいのって、なりたい姿を思い浮かべても、それって自分のどこから来てる願望なんだろうっていうのを見極めるのがすごい大切なんですね。はい。今を生きよう。まあこれ当たり前ですけど、今日という日は二度と来ないし、今日できることを今日やらないとね、のタイミング逃してしまうんですね。で、これ具体例で言うとね、私、北海道に旅行行ったことあるんですね。で、レンタカーでいろんなとこ回ってたらね、北見航空公園かな、たまたまそういうとこ通って、そこで泊まってね、なんか飛行機とかも置いてるからね、泊まってたらね、だから空からその飛行機降りてくるんですよ。で、それが着陸して見てたら、中年のおじさんがね、降りてくるんですね。で、うわ、なんかこれ一人で飛行機飛ばせるんやなとか思って説明聞きに行ったら、2週間の合宿で30万円で免許取れるから、免許取ったらあなたもここに来れば空飛べるよとか言って、面白いなとか、もう俺もやりたいと思ったんだけど、その頃自分は年収ぐらいの借金を抱えてたんですね。だから、やりたいけどさすがに今は無理やなとか思って、借金返したら免許取りに行こうとか思って、もうその後数年間はね、そのノートに自分のなりたい姿って書くときに、一番上にね、それウルトラライトプレインっていうんですけど、ウルトラライトプレインの免許を取って空を飛ぶっていうのを一番上にも何度も書いてました。だけど未だに取ってないですよ。で、なんで取ってないか、行動しなかったからな。結局その借金があるからすぐはできへんなとか思ってるうちに、なんか思いはね、その時の記憶で撮りたいって思ってるけども、現実はもう変わっちゃってるんですね。現実にはもうダンスに興味持ったりとかね、他のことに興味持ってるから、だからその時やらないと結局ね、なんか消えるんですね、その時の情熱みたいな。だから、やりたいって思った瞬間に早くやらないと、タイミング逃しちゃいます。で、とにかくね、もう、今日の選択の積み重ねが、自分の人生を織りなしていくので、日々、どういう選択するのかっていうのはすごい大事です。はい。自分が自分の養育者になって、自分の人生を生きる。これはね、まあ、さっき話したけど、親とか世間からの考えを鵜呑みにしてると、結局自分の可能性を止めてしまうわけです。だから、じゃあ俺中年やしガールズダンス出たらあかんよなっていうの、その考えどっから来てるって、それ本当に俺の元々の考えなのっていうのをね、今一歩考えてみてね、これもしかしたら親から言われたこととか世間から学んだことやなとか思ったら、
それがあなたの人生に役に立ってないんだったら、もうそれは捨ててしまってください。で、ね、自分の本質的なことにつながる考えはいいんだけど、あなたの人生に役に立ってなかったら、その考えは捨てて、その鎖から自由になるということが大事なんです。で、次、自分の中の子どもの部分と対話するっていうのは、皆さんが小さい時にね、例えば、じゃあ、ロボットで遊びたいとか思った時に、あんた何言ってんの、もうそんなんやってる暇ないよ、勉強しとか、ね、親とかに言われて、とか見て諦めるかもしれない。で、大人になった今でも自分の子供らしい部分ってやっぱりあるはずなんですね。で、じゃあまあ皆さんが40歳とか50歳で、なんかじゃあ趣味でロボット作りたいなとか思ったとするじゃない。いやだけどもう俺も嫁はんもおるし、もう子供も中学生と高校生で学費も稼がなあかんし、もう今日も休日出勤せなあかんわ、もうそんなロボット作ってる暇ないでとか言ったりすると思うんですよ。で、結局ね、自分の子供の部分の一部がロボット作ってみたいなと思うけど、大人になった自分がいやそんな暇ないやろって、その自分の子供の部分に言い聞かせて、そんなんやったらあかんやんけとか言うわけです。だけどそこをね、一歩ね考えてね、自分の子供の部分に大人になったあなたが耳を傾けるんですよ。自分の中からそういう声が聞こえたらね、いやなんか俺の子供の部分ロボット作りたいって言ってるんでとか、まあ子供の学費も稼がなあかんけど、だけどそうか、君が言ってんねやったらちょっと大人になった私もどうやったら君のね願いが叶えられるかちょっと考えてみるわって言ってね、子供の部分と大人になった自分が会話してですね、自分の方向性をねどうしていくかっていうのが大事なんですね。はい、はい、次、おすすめの映画と本でね、私がね、まずその何から手つけたらええのって思う人にはね、まずね、お父さんお母さんに対するわだかまりをね解消するっていうのをおすすめします。もうそんなんないよって思うかもしれないけど、もしかしたらね、子供時代に傷ついたこととかあると思うんですね。で、そういうのをね、おすすめするのはね、例えば小学校の時にお父さんに頭ごなしに否定されて悲しかったことがあったとするでしょ。で、それね、お父さんがまだ生きていらっしゃるんだったら会いに行ってね、実はな、子供の頃にね、お父ちゃんにこう言われたのが、もう僕はすごい傷ついたんやみたいなことをね、言ってみてほしいんですよ。でね、そうすると、じゃあお父さんも70とか80かもしれないですよ。そうすると、こんなこと今頃言われても俺そんな覚えてないわって言うかもしれないし、何言ってんのお前今頃、もう頭おかしなったんかって言うかもしれないし、まあ優しいお父さんだったら、ああそういうことあったんか、もう分かった、もうじゃあ謝るわとか言ってくれるかもしれないけど、相手の反応が大事なんじゃなくって、自分がその言いに行ったという行為が大事なんですね。で、自分が言いに行ったと、もう傷ついて謝ってほしいって言ったと、で謝ってくれへんかったけど俺はもうベスト尽くしたんや、だからもうこのわだかまりはもう水に流して、この鎖からは自由になるんだと、だから今日からはもう俺の人生を生きるんだっていうふうに自分が決意することがすごく大事なんですね。で、この一番上のヤーヤーシスターズの聖なる秘密は、これはまあ特にね、女性の方で母親に虐待されたとか母親にわだかまりがある人はドンピシャなんですけど、男性が見てもすごい映画なので、よかったら見てください。で、その次も映画なんですけど、今を生きる。これロビン・ウィリアムスがですね、キーティング先生という役で、16歳17歳の若者に教えるっていう映画なんですけど、これね、ぜひ見てですね、もう皆さんがその16歳17歳になった気分で、この映画見て、そのキーティング先生が何を教えてるかっていうのをね、ちょっと耳を傾けてください。で、3番目、カモメのジョナサン。これまあ有名な本なんですよ。私子供の頃すごい流行って、
タイトルだけはしてたんですけど、これ大人になってから読んだけど、すごいいい本だなって思いました。次、同じリチャード・バックのワンっていう本なんですけど、これはね、私があの聖書の代わりに読んでたような、すごい大事な本なんですけど、あの特に50ページから64ページ。これはね、あの、で登場人物はあのリチャードっていうのと、あのレスリー・パリッシュっていうリチャードの恋人かお子さんなんですけど、あの、まあ、SF なんですけど、まあ、タイムマシンに乗るみたいな感じのシーンがあってね、あのレスリー・パリッシュが若き日のレスリーに会いに行くシーンがあるんです。それが50ページから64ページ。でその時のレスリー、若き日のレスリーが自分の人生であの愛する者に対する情熱ね、もう私ここね、もう読むだけでいつもあの涙が出てくるんだけど、あのこれすごい参考になります。で、次89ページから106ページは、あの人生の中での選択がいかに大事であるかということが書いてあるんで、これはおすすめします。で、あのここのページの最後、心の扉を開くアイリーン・キャディという、これはね、あのアイリーン・キャディがですね、あの神から降りてきたメッセージを書いてるような本で、1月1日から12月31日まで1日1個読めるようになってるんだけど、この中でね、2月15日と2月22日と10月17日、これは特におすすめなので、これはね、あの皆さん買ってね、ここのページね、あのレコーダーに吹き込んで、毎日聞いた方がいいですよ。そうするとね、自分の潜在意識が書き換わるから、あの新しいことに挑戦できるようになるかもしれないです。はい。さて、じゃあ次のページ最後。最後にですね、あの私があのすごい大好きな詩を紹介して終わりにします。はい。聖歌。毎日を自分が望む生き方で始めなさい。ひとときであっても実行に移し、明日もまた実行に移しなさい。行動の中から成果が上がるからである。成果は待ってくるものではなく、成果は求めなければ得られない。はい、どうも皆さんありがとうございました。